はい、えー、お疲れ様です。いつも FX の即化軸講座をご覧いただきましてありがとうございます。えー、今回はですね、えー、1週間のフォーキャストをするのではなくて、えー、これからのね、XM 証券のお営業状況のことをね、確認しておきたいと思いまして、XM 証券のサイドから抜粋してきたこちらのペーパーの方をね、確認していきたいと思います。 えっと、今日ですかね、12月25日なんですけども、今日は休業しておりまして、取引は閉鎖中です。で、えー、っと、明日、月曜日は通常時間でカスタマーサポートはやってるんですけども、取引は閉鎖ということになってますね。あ,あ、なるほどね。えー、そして、えー、っと、27日から30日までなんですけども、 まあ、両方とも通常営業、カスタマーサポートもやってると、取引もやってますよっていうことなんで、27,28,29,30と4日間っていうことになりますね。で、1月1日はあ全面休業でございまして、えー、1月2日は 9時から取引開始3日からは通常営業で何事もないようにまた元通りということなんですけどもご覧いただいてわかるようにまあこういうふうなね限定的な営業だとデイトレーダーさんとかそれからねスキャルピングの方はまあ出入りするでしょうけどもロングのポジションの方ってすでにねポジションを外してるか、まあ、それとももっともっと長期の方で、えー、大きな玉を置いてると思いますのでどちらにしてもねあの相場にあんまり関わりはないのかなと思うんですよね まあ、大体いつも年末年始には大きなことって起きませんし、それから年末年始に介入っていうのもさすがにね、抜き打ち大好きな、あの、日木もやってこないと思いますんで、お休みになると思いますからね。まあ、ですんでね、あの、相場解説そのものはリアルタイムで熱心にやるものではないかなと思います。投入する時間に比べてパフォーマンスは弱いんでね。ですんで、まあ、玉を置いて実際の資金を入れて取引っていうのも、 まあこの時期はやんなくてもいいのかなと思いますよね。あの、それよりも足場を固めるために、しっかりと FX のね、基礎勉強をするとかね、テクニカルやフォーメーションをもう一回確認して身につけておくっていう方が、結局は通常営業が明けてですね、4日5日、そして引いては1月の6日7日を過ぎたあたり、本当の通常営業が1月から始めた時に大きな力になるんじゃないかなと思います。場合によってはね、この1年の推移を見てもいいと思いますよ。あの、2月の下旬に、 ロシアによるウクライナの侵攻が起きてから一方通行で円安に進んだでしょでその時にもう圧倒的な円安のトレンドがあれほど半年ぐらい続いたのにあれなんで買い,ああの買いですねドル円だったら買いになりますけどもなんでバイを入れられなかったんだろうっていうのをねあんな千載一遇のチャンスですよ今まで私もね7年近くやってきてあんな一方的なトレンドが半年間も続くことなんて多分二度とないんじゃないかなと思うぐらいの勢いでしたよね。 うん、だからあれに乗っておけば人財産気けたわけですよもしくはお金がない人もとりあえずの資金がこの半年できたはずなんですよねで、えー、と今回はね FX のオリガルの解説も途中から入ってきたということで私が実際もう倍しか言ってこなかったような数ヶ月間ってあったはずなんですよ、うん、もちろん私が言うから信頼できないってところもありましたけども今振り返ってみてどうですかってことですよね <laughs> うん、で今度は円高に触れた時には正三角形を書くようにねまさにあの三角形完成したわけじゃないですかまあご覧になってる方はねわかると思いますけども、うん、あそういう風に長期ってのファンダメンタルによって左右されて短期っていうのはランドムウォークその中間にあるのがテクニカルっていうねこの分類もなかなか聞くことはなかったと思うんですよあそれからレンジオプションをこれほどまでにね多用するようなトレーダーもなかなかいなかったと思うんですよねな、うんかそういういところをねあの しっかりと学んでいただければなと思いますので年末年始はそちらの方を一生懸命やって足場固めをした方がいいと思います、えー、そうですねあのしっかりと FX を勉強しようと思ったらまずは実践でやり取りするよりも基礎固め、理論固めなんですよでそれができてからなんですよね実践でデモトレードしたりとか昇額トレードするなまあ、というのがあの何度もこれも申し上げてるんで恐縮ですけども <laughs> FX で学ぶところってテキスト1枚なんですよ でも、ね、職員衛生にしても介護士にしてもテキストの分厚いのを何冊もやるでしょうあれに比べたらものすごくやることって少ないんですよねしかもロスカットまであるんで負けは限定的にできるんですよいつもいつもで勝ちは天井知らずができるんですよつまり勝つ時は無限で負けた時は限定的っていう有利な勝負をすることができるんですよねはいまあということでね、えー、の余計なこと言いましたけども <laughs> 年末年始はしっかりと足場固めをしましょう 一応ね、えー、日々の相場解説はしますけどもあんまり面白くないと思いますですんで再生数ゼロでも全く私はしょうがないなと思ってますんでね私の声が聞きたい方だけ来てくださいよろしくお願いしますそれでは